夢をなんか広げるような、ところが即その場でできちゃう。ある意味快感に近いものはあります。非常にこう距離が近くなった、そういうのをすごく感じます。その場で設計段階で確認できる、これは私にとって衝撃でした。今まで日本人というのは健康というのは身体的な健康、これだけをイメージしてきました。そうではなくて精神的な健康、そして社会的存在としての健康といったもの3点を揃えてきちっと健康体であるという認識に立つならば、今まであった最高層に据えられた精神科医療というのから、そこから脱却しないといけない。実は大成建設さんと私は今回仕事をさせていただくの初めてですが、将来の精神科医療を切り開く新たなコンセプトというものを、過去のものとは違ったものを作り出すという考え、それに賛同をいただいたと思って、今回一緒に仕事をさせていただくことを決めました。まず今回のプロジェクトの特徴として、一つは全く初めてのですね、児童思春期を取り扱う、また女性のうつ病だとかを専門に、治療する病院ということで、初めてなんですけども非常に高いクオリティが求められるというのが一つ課題としてありました。でもう一つは法規制の関係で11月の末には着工しなければいけないというスピードですね、このクオリティとスピードというのが2つの課題だったんですけども、それを解決するツールとしてレビットが非常によく頑張ってくれたと思っています。今回ですね、大成建設さん、とお話をさせていただく中でこういったシステムがありました。今までは2次元で紙の上で、3次元のものを想像イメージして、作業を進めないといけないという世界だったのが、実際に2次元をその場で3次元に可視化するという行為を、簡単にできるシステムがあります。で、そしてそれを採用して設計の段階から、施工の、施工が済んだ後の状況がほとんど、違うことなく見れるシステムを導入してるんですよというふうにご紹介いただいた時に正直言って驚きました。これは今までにない画期的なものだというふうに感じましたし、これを生かすことによってより良いものが現場で作る前に出来上がっていくものと齟齬のないもの、隔たりのないものを、その場で設計の段階で確認できる、これは私にとって衝撃でした。お客様も医療のプロフェッショナルの方です。我々も建築のプロフェッショナルなので、プロフェッショナル同士の意見のぶつかり合いっていうのはあるんですけれども、それを2次元の図面を使って、打ち合わせをしなきゃいけないということで、ある意味お客様にペナルティを与えながらのですね、打ち合わせになると思うんですけれども、今回レビットを使うことによって、非常に立体的にですね、認識していただくということがお客様の側に非常にメリットをもたらしたんじゃないかなというふうに思っています。お施主さんというのはやはり素人の方です。平面図を見て建物が入ってこないんですね。我々は当然プロですし自分で描いてますから空間イメージしながら作ってきたその成果品をバンと見せられた、素人の人にこの病院はどんな空間を持っていてどういうつながりで私はどういうことを気を使ってやりましたとっていうのが見える前にもう目が回っちゃうというか、レビットシステムを利用することによって建物をある程度形作っていく中ですでに中身のその状態、吹き抜けの空間ボリュームですとかそこでデザインのキーとなるところ、そういったところを簡単に動かしたり、そういったことをしながらまとめていける、ここを売りにしよう、こういうところを先生にちゃんとお伝えしたい、そういったところの部分を非常に初期の段階からですね、組み立てていける。精神科病院という特殊性ゆえに、病状によっては一時的にその患者様の安全を確保するために非常に手厚い管理下、監視下に置かないといけない、カメラを使った監視のもとに
治療を進めていかないといけないというふうな場合があります。設置の場所、そして、微妙な角度、そういったものも決定しないといけなかったんですが、今回、オートデスクさんの提供されているシステム、そしてそれを駆使される大成さんの設計部といったところでは、事前にそれがもう設計の段階で分かってしまう。長岡先生は非常にアイデアに富んだ方ですので、これをこうなったらどうなるんですかと必ずこう答えてくださいます。そうすると我々もそれ、じゃあちょっと今やってみましょうと、しばらくお待ちくださいって言ってその場でこうやるわけですね。打ち合わせを楽しんでいただけると思うんですよね。快適になおかつ効率的に作業を進めるために、どのポジションにどんな、器具があり、もしくは設備があり、機能を持ったものがそこに設置されることによって、無駄な動きをなくすかっていう、限られた人的資源、そして時間の中で、治療効率を上げていくという意味では、その配置も含めて、全て事前にチェックをできるというようなところでは、非常にこのシステムというのは役に立ったかなと。今までですと、分かりました、じゃあ1週間後にお見せしましょう、で、次に持ってきて見せました。でも実は先生が考えていることはそこではなくて、違う検討を一生懸命やったものを持ってきたということもありますが、目の前で実際に壁を少しずらしたり扉の配置を変えたりすることで、その空間、施主と私とのコミュニケーションの合意点が非常に簡単に見出せる。レビットシステムでやはり画期的に違うのは、一つの平面図を作るのではなくて、一つの立体的な建物を作ってますから、そこにある構成している、立面の素材であれ、建具であれ、そういったものが全て、中に記録されています。変更をかけているときに全てが一緒に変更されていると、全ての図面において、全部整合を取れている、この状態は、今の、基準法改正、あるいは、我々で言えば、見積もりをかけたり、そういったときに、各図面の整合というのが最もやはり重要視されます。そういったものがもう出来上がってますから、非常に高いレベルでですね、これは非常にそこに関する労力、あるいはそこに対して不正が起きた時のお客様に対する信頼の落ちと、あるいは我々の手間、そういったものを大きく減らしてくれていると感じております。この横浜カメリアホスピタルというものが、これからの精神科医療のスタンダードになっていくと、あの建設が、あの建築が、あのアイデアが今振り返ってみるとスタンダードになったんだよねと将来言われる病院であってほしいな、またそういった病院になるように今後私はきちっとした運営をし、求められる医療、精神科医療、質の高い精神科医療サービスというのを提供していきたいというふうに思っています。